うわ、これ全然無理じゃん、これマジで。もう一回さ、これ全然奥向けるんだよ、これ。いけ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 。あ、ほらほら、全然なんとか、ここへここへ、ぐちゃっていって、しかしながら、なんと取れずに行く。これもクソゲーだわ。どうも皆さん、モコです。本日ね、またリモケッチャー、またレミジョンでやっていきます。うまいものをね、チーズ味をなんか店員さんにわざわざこの前半に持ってもらったんで、もうこれはもう100円で、まあ、10本以上取らなければなと思っております。では行きましょう、リベンジ。はい、はい、もう来ましたね、これ完璧です。はい、あーもう完璧。ガッサリいくよこれ、ガッツリいくよこれ、ガッツリガッツリいきましたね。結構下に落ちるんだな、これ。今のでもう5、6本落ちた。じゃあもう一度行きましょうか。手前行こう。この中、かす、ほんとかすな感じ。いけ、よし、完璧じゃね、これ。結構下まで落ちるんだな。わっ、元取ったかな、これ。あれ？じゃあちょっとね、もう一回、あれだな。本当に手前をかするようにして、これでどう？手前をかすっていくのして、いけ、ガッサリいけ、ガッサリいけ、ガッサリいけ、やった、よし。ということで、ちょっと今回の収穫何本、これ2、4、6、8、12本ということで、今回12本のうまい棒を削除することに成功しました。結構なんか手前に折れて、まあ、ユーモキャッチャー自体はだいぶ降りていくんで、こんな感じでまあかするようにして、ガスさえ取ればもうしっかり元は取れます。はい、目標20本ということで、このうまい棒をちょっとまた店員さんに並べてもらって、今回エビマヨネーズ味をね、いっぱい並べてもらいました。これいきますよ、これ。ちょっと濃すぎたかも。あー、これでもあれだ、ついた時点で結構落ちてこないと。あー、いけるいける。あー、あー、もう理想的な位置にいった。あ、完璧な動きだ、これ完璧だ。これいくんじゃね、これガッサリいくよ、これガッサリ。結果です。20本ちょっと無理だったけど、2、4、5、ちょうど10本だな。ちょうど10本。結果としてはまあなんとか100円で、まあ特価引っかいみたいな感じになりましたね。ただこのエビマヨネーズ味、そこそこの珍しい感じだと思うんです。これな、結構下まで降りるから、次やるときはもっと下になんか落とすようにして。やってもなんか中間だとね、そこへ突っかかっちゃって、そこで降りなくなるから、やった方がいいと思うんです。じゃあね、また次回のうまいことお会いしましょう。もうこすでした。ありがとうございます。